る。これやってボタン押すか。はい、ナイスボタン。はい、ナイスボタン。はい、ナイスボタン。あの、権限を、管理者権限を。いや、俺もタスク一つ終わったから。マジか。黒は恨みしかないですよ。じゃあ赤やっといてくださいね。任せましたよ。また初手切れされるのか。平和村。切れない、切れないでしょ。平和だ。どれ。エレキ行きますか。エレキダッシュ。エレキダッシュしましょう。うわっ！くそ、通り抜けできなかった。はい、一発。6人。黄色とピンク以外かな。このタイミングでエレキ組めばやばいな。リュウチ。殺されそう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 。リアクター鳴ってもガン無視する赤と白。あ、マジ？これリアクターで負ける？おい。今場所にいなかったのは。誰？赤と白は多分エレクトにいますよね。ん？まず状況を。ですね。目の前でごちゃごちゃになってるところで死んだ。はい、リアクターの十字路で死にましたね。すげえよ。青です。断定。ドサキルですか？直近ドサキルを狙ったかと思いきや、入ってくる寸前でやっちゃってるので、ドサキルにはなってないですね。じゃこの件に関してはちょっと。赤と白はないと。赤と白はエレキに2人いました。はい。だから、黒は多分、みんなの画面だとどうなんだろう。わからんな。ちょっとどうなってるか。僕の位置からすると、俺の可能性もある。ちょっと待って。黒は見えてない。黒は、見えてないので、アッパー側から降りてきた瞬間にレポートだったんで。それは黄色、青は証明できますか？これは中におって、いた。全然おらんかった。そんな話じゃなくて、黒は見てないのか見てるのかっていう話。人しかおらんかったから。見てます？で、人が来たから戻ろうとしたら目の前で死んだもんで。青目線では黄色が怪しいってことでしょ？そうだよ。黄色青をロラしましょう、とりあえず。まあそうしよう。でもね、どっちから行くかは選ばんとあかんよ。はい。で、ちょっといい。あとはどっちからか。ちなみにオレンジも僕から見ると可能性ある位置だったんですけど、それは嘘。無理だよ。俺最後尾だったんで、ローアーガラが。あ、でもまあ、ラグ。僕が最後尾じゃないですか。ここにおったの最後尾はね、色しか見てないんだけどさ。緑なんで、僕から見ると3人なんですよ。黄色、オレンジ、緑の順番で言ってて、すでに青がいて、俺がおった。はい。で、ピンクは俺の前を先行してて、多分リアクター入った瞬間、スパッてやられたところを、俺が入ってったって感じ。俺から見ると。青線だと青黄色なんで。青目線だと黄色で、黄色目線だと青ってことだから。青目線だと、どっちから。俺は黄色に入れるぞ。俺は青に入れる。青です。間違いない。青俺やってないもん。ボタン連打。ボタン連打。みんなそう言うんだよ、やってない。そうだね。まだこれで連れてるから大丈夫だよ。いやでも、黄色はグッドですよ。オレンジの可能性もあるのか。ちょっとごめん。そうなんですよ。はい。オレンジの可能性あるの？困るんだけど、それは。ナイスナイス。はい。連打してました。ナイスです。オレンジの可能性があるっていうのはちょっとびっくりなんですけど、どうします？
いや、そうだ、公平は公平。緑から見たらオレンジの可能性もあるんだもんね。僕は、あの、すごい、青と黄色の、青で決めつけられたのはすごいびっくりなんですけど、僕の目線から言うと、オレンジと黄色と青なんですよ。可能としては。なんなら青、青、はい、はい。で、ちょっと勢いが強すぎたから、ちょっと黄色が怪しいのではと思うんですけども、まあ、まあ、うん、ただ、オレンジをなきなしにする意味はない。どちらかというと、この3人はまだグレーゾーン。2人、はい、一応、まあ、何の参考にもならんとは思うけど、オレンジはキルできる範囲には、なんだろうな、なんか見えた瞬間には、なんかもう通報ボタンが押されたみたいな。場所的にはどこだったんですか？十字路のリアクターの、十字路のリアクターのあたりだと思います。入るか入らないかぐらい。入るか入らないかぐらいだったよね。で、じゃあ見えてない。俺の視点では、オレンジはちょっと後ろにいたんだよ、やっぱり。うん。だから、そうか、そうだな。他の人の目線からは、青黄色だと思ってた、俺は。黄色と青で食い違ってないから、ここローラーで一人連れて、うん、それで終わりじゃないかな。うん。はい、うんだ、うん、あ、じゃあ、今回の件に関してオレンジは、どうしようまあないいや、ケアしなくていいと思うんだけどな、ちょっとわかんねえ。いや、いや青は黄色ってだから、ね、俺ローラーでそれはいいんだけど。二人で対抗してて、そこでオレンジってのはまあないでしょうっていう。ないですかね。ああ、じゃあまあいいかな、ちょっと。で、さっきタスク増やしたんですけど。青がオレンジもいたってか、オレンジのあれだって言わなかったもんね。そうそうそう。青は黄色だって言ってたんだもんね。そうそうそう。だから、うん、じゃあもう黄色ローラーでいいのか。うんで、はいはい、タスクが何でした？いや、タスク、はい、1個増やして。増やして、このペースだから、まあ、そこそこかなっていう感じ。はいはい、ああ、わかりました。うん、はい、じゃあ、よし、黄色、ありがとうございました。ありがとうございました。あとはタスクやりますんじゃ。頑張ります。サバンじゃねえぞ。で、誰かな？誰かな？誰かな？全員これで終わったら超笑うんだけどな。カフェの配線して。うん。レンジが左行ったのかな、あの感じは。ジョンさんが落ちた。あ、死んだ。これは逃げないと死ぬ。これは死逃げないと死にます。あべ。ここに出すか。白緑。炭素、まあ、ギリギリまで粘って直しに行きましょう。してないですけどね。あらららららら、あれ死んだ。あらららら、悠長にダウンロードしてたら死んだ。ダメだよ、鬼ごっこでは即死案件なんだから。ダウンロードの緊張感がさ、鬼ごっこやってからさ、コミュニケーションです。したい現場が。あれ、あ、コミュニケーションです。コミュニケーション。うん、あれこれ、連れてん、え、いわ、これ。連れてないと、僕、この時点でインポスター負けなんで、あ、ね、インポスター勝ちなんで、とりあえず一人は連れてるので。モフはリアクターかな？モフは最後リアクターの方行ったね。でさ、オレンジとすれ違ったよね、エレキの前で。すれ違ったね。うん。その後どこ行った？これは、あの、O2 だったんで、アドミンで直して、そこから、あの、パソコンでチェックしました。うん。で、リアクターのところに、あの、1光ってたんで、まあ、それはおそらく、エレクトリカルですれ違った白だという。白だね。で、ちょっと、まあ、白は難しいと。これ直近で、いや、直近かどうかまではわかんない。あのね、赤を最後に見たのは、ストレージのドアがバーンと閉まった時で、で、最後
緑と一緒にいたんだよ。はい。ああ、そうですね。いました。その後、緑はどこ行ったの？僕は、シールドやってナビゲーションだったんですけど、うん、あの、ストレージで多分赤を見て、で、うん、あ、こっち来るんだろうなっていう動きしてたんですけど、まあ先行して、で、多分コミュニケーションで赤やってたと思うんですけど、僕はシールドでナビゲーションして、タスクやってた時に O2 が鳴って、O2 のところで見たら、で、黒と会ったのかな。はい。はい、で、まあ、もしかしたらと思って、コミュニケーションの方下見に行ったら、コミュニケーションで死んでたので。え、でもさ、はい。なんか自分と会った時シールドの方からコミュニケーションの前通ってストレージの方来てたけど、それでもう一回シールドの方行ったの？はい、でもアドミンを見たかったってのはありますけど、アドミン見るために行くのは、はい、個人的に、あ、まあでもスキップかな、まだわかんないか、はい、あの黒ではないと思うから黒を白と置いていいような気がするんだけどな。ありがとうございます。エルフスか、緑の。それは言うたわれとしょ。ああ。これもしかして何？緑？緑ですよ。え？やっぱそうか。あそこでキジバトマンを引き合いに出すのは不自然だもんね。ってわけではない。というか、それなんかナビゲーションから上がってきてって。内部です。です。かまってたから。あるな、まだ。どうしましょう。どうしましょう。なんと、まあ、僕、いや、今、するか釣らないかですよね。で、いや、僕目線では白かなって思いますけど、オレンジを見てないので、なんとも言えない。オレンジとは？緑を見てないんだよな。あ、てか、さっき通報したの、緑だよね。僕です、はい。本当にコミュニケーションにあったのかな。コミュニケーションにありましたけど、そこ疑われると何も保証はないからな。なんかアドミン情報とかないですよね。ない、わかんない。ですよね。はい。いい線いってる。します。これ正直、まあ僕目線では黒はないから、オレンジか白のどっちかだろうなしか思ってないぐらいです。はい、自分は多分、まあ、僕じゃ自分は黒見てない、黒見てなくて、はい、で本当にコミュニケーションに主体があるんだとしたら、まあ緑が一番濃厚で、その次オレンジかなっていう、うん、もうあくまで推測でしかない。自分は直近切るかどうかも分かんないから、正直誰でもいけるなっていうような印象です。ああ、そうか。僕もあのリア最後リアクター折って遠いっつっても、うん、まあ切ってから、はい、問題なく切るできるし、うん、入り口側だったんで、入り口だったので、うん、まあ割とまあ移動はできるんだろうなっていう感じ、すぐ見つけられたので、うん、はい、そんな遠くに行ける可能性はあるとは思ってますけど、弁当ではないのならですけど、弁当だと黒も、ああでもまあわかんねえな、うん、どうしますこれ、タスク行きます？いやでもタスクはないか。タスク残ってます。うん、ああ、どうしましょう。でも釣って勝利するしかない。僕は白、ああ、どうしましょう。いや、どうしますどうします、緑くん。いや、白、いや、そんな。やべえ、どうなるんだろう、これ。あの、どうしようね。じゃんけん勝負か。あ、まあね。あ、そんな。やっぱりそうですよね。いやー、やっぱりそうですよね。うまくやったと思ったんだけどな、途中までは。最後の方、いけそうだったのにね。いけそうだったんだけど。ピンクだったけど、緑って言っちゃったもんな、オレンジが。まあ、自分目線でも、まあ、強いて言うなら緑が一番怪しいかなって感じだったもんで。私も緑怪しいなと思ってます。あそこでベントで黒っていう線はなかった。いやー、今更感はすごかったんで、まあ言えなかった。白ってあの時にちょっと白角すると結構安心してもらえるから、あ、逆白発言すると、ね、あもしかして、あなんだ白角してるからこの人大丈夫なんじゃないっていうのを狙って、ちょっと白角出した後にもう一回黒言うのはどうかなと思ったので、いやーと先に出たセルフですよ。
で、ちゃんとコミュニケーションですよ。最後、アドミンが O2 治ってから結構割とすぐだったもんで、あんまり長い時間見ておれんかったもんでさ。パッと見ただけだったから分かんなかったんだよな、コミュニケーションが光ってたかどうか。え、結局、どさくさで殺したの誰なの？いや、で、青なんだよ。青です。いや、すいません、あれで僕も反応してキルいければ、なるほど。面白かったのに。あ、でも、あ、これ、ね、キルしてたら終わってるよ。人が足りないよ。